どうもクライアント奏者なおです。今日は雑談動画にさせてください。今日のお話なんですけれども、あくまで仮説なんです。私が思ったことなのでね、あの科学的根拠は全くないんですけれども、アンブシャーの筋肉についてのお話をしていきたいと思います。皆さん自粛期間が長かった影響で楽器がなかなか吹けなかったり、部活が始まっても、そして一般団体が始まっても楽器が吹く機会、練習できる機会っていうのが少なかったりとか、まあ、制限されている状態ですから、アンブシャーの筋肉っていうのはどんどん衰えていく状態になっていると思います。楽器においてアンブシャーの筋肉っていうのはあのサブ的なものであって、本当は腹筋とか腹式呼吸の息の支えといって、まあ、横隔膜とかお腹とかそういうところの筋肉の方が大切で、アンブシャーの話はね実はサブなんですけれども、ただここの筋肉が衰えるとやっぱりね息漏れだとか、まあ、自分もしちゃいますけれども、歯並びの関係でね、息漏れだとか、まあ、楽器の、まあ、なんていうのかな、あの体力というかあのスタミナとかそういうところで、まあ、お腹とここの筋肉っていうのは密接に関わってくるんですけれども、腹式呼吸の訓練というのは普段から楽器がなくても筋肉を鍛えたりとか、まあ、維持したりってことは、ブレスの練習をする、腹式呼吸の練習をする、息の支えの練習をする、まあ、その話は以前クライアント初心者講座でしましたけれども、そういうことで維持することはできるし、鍛えることもできます。まあ、腹筋でねこうやって鍛えるとか背筋で鍛えるってことはあまり意味がないという話はしましたけれども、まあどちらにしろ呼吸法の練習をすることによって腹式呼吸の横隔膜とか息を支える筋肉っていうのは鍛えることができる。この話は以前しました。で、このアンブシャーの筋肉っていうのは、自分はお話しした時はこうアンブシャーをこうやって作る練習をするとか、ずっと1日5分でも10分でも作って、こうやってこうアンブシャーをこう形を作ってそれを維持する練習すれば鍛えられるんだよっていうお話はしたと思いますけれども、まあ衰えなくて済むんだよとお話しました。これももちろん大切なんですが、まあ、それよりももっと簡単に、まあ、この筋肉を維持する、まあ、鍛えられるかどうかも分かんないし、維持できるかどうかもこれ仮説なんで、あくまで仮説なんで、あのすいませんね、あの間延びしちゃってますけど、仮説なんで分かんないですかって方法があるんじゃないかなと思って、それがですね、最近私ダイエット始めたじゃないですか、まあ、40日ぐらい前からダイエット始めてるんですけれども、その中で一つ気をつけてることが、よく噛むということなんですね。一食一口をご飯を入れたら20回は噛むようにしています。そうすると満腹中枢がこう刺激されて、あの食べ過ぎなくて済むので、まあ、よく噛むことを意識するってことをやっていた時に、アンブシャーの筋肉の衰えがあんまりないことに気がついたんですね。楽器が吹けない期間1週間ぐらいあったんですよ。でその時にあんまりあれと思って、そんなに疲れないぞ、楽器吹いててね、長時間吹いてて疲れないぞと思って、もしかしてこれはあくまで仮説ですが、よく噛むことをしっかりやっていると、咀嚼すると言いますけれども、よく噛んで咀嚼すると、まあ同じような日本語か、筋肉の衰えがなくなるんじゃないか、むしろ鍛えられていくんじゃないかなと思って、ご飯を食べてる時に使ってる筋肉っていうのを意識してみたんですね。そうするとアンブシュアのここ使ってる筋肉とほぼ同じところを使っているんですよ。なのでもし楽器がなかなか今吹けない、楽器が吹けるんだけれども短い時間しか吹けない人は、まあ、ここの筋肉の衰えというのは非常に気になると思いますし、長い時間吹く、将来的には吹くわけですから、自粛期間が解除されて、だん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 そういう音楽活動とかできるようになってきた時にね、その筋肉は衰えていたらやっぱりその合奏とかソロとかそういう時に困るわけですね。それを解決するためにもゆっくりご飯を食べてよく噛んでみてください。そうするとだいぶ変わってくると推測します。これはまだ私は1週間2週間ぐらいしか実験とその経過を見てないので、楽器を1週間吹かないっていうのはなかなか普段ないですから、まあ、今回あったわけですけれども、まあ、そういうことを本当に1ヶ月でも本当にそれが成果があるのかっていうのは実験しようがないのでね、 YouTube がやってる以上、 YouTube をやっている以上できないんで、皆さんでちょっと試していただけたらと思います。なおかつですね、このよく噛むということはですね、体に非常にいいんですよ。胃腸の負担を減らす、そして消化も良くなって太りすぎないというところもありますので、もしよかったらダイエットをするつもりでやってみるだとか、ダイエットをするついでに、まあ、よく噛んでみよう、よく噛んでアンブシャをこう筋肉を鍛えてみようとか維持してみようっていう意識で、ついでの意識でね、やっていただけたらいいなと思います。ちなみにですね、今回
よく噛むことによって私もう一つ良かったことがあります。これは楽器に関係ないことですけれども、私アトピーを持っているんです。アトピー持ちなんですけれども、お腹のところのアトピーが全部治りました。なのでやっぱり胃腸に負担をかけるということは、その表面の皮膚にも負担をかけてるんだなってことをすごく認識した次第でございます。はい、なのでもし皆さんよかったら、ご飯を食べるときによく噛んで、毎日毎日よく噛んで、そして早食いをしないということをね、意識していただければ、それはまあ体にもいいことですし、悪いことはないので、そしてまあそれがもし楽器にもいいんだったら、もう一石二鳥だけじゃなくて三鳥四鳥いいわけですから、試してみていただけたらなと思います。とともにですね、アンブシャを作る、こうやってマンブさん普段から作る練習をしてみるってことも、あの体力を維持する上、そのアンブシャの体力とか筋肉を維持する上で大切なんで、そちらもやっていただけたらなと思います。そのアンブシャを作る時の練習をする時に、その使ってる筋肉とご飯を食べてよく噛んでる時にどこの筋肉が動いてるのかっていうのも両方意識してみてください。これ両方意識すると、あ、なおさんが言ってた意味がなんとなくわかるなと思いますので、はい、ということでね、楽しんでいただけたら幸いでございますし、参考になっていただけたら幸いです。楽しんでいただけたらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram、サブチャンネル、オンラインサロンいろいろやってますので、気軽に登録フォローいただけたら幸いです。では今日はこんな感じです。短いですけれども失礼いたします。最後までご視聴ありがとうございました。